は、ヤシオ型潜水艦は、海上自衛隊が運用していた、通常動力型潜水艦。計画番号は、S113。昭和34年度計画で2隻が建造され、1962年に、収益した。翌年度計画で建造された、純道警官である夏潮型と共に第1、潜水隊を編成して活動した後、 1977年1979年に相次いで除籍され、運用を終了した。第二次世界大戦後の長い空白期間を経て、日本国内での潜水艦の建造を再開するに、あたり、運用、建造技術の面から、慎重な検討が重ねられた。水中兵器研究会では600トン型と1000トン型のニアンが、素状に乗せられていたが、性能が同程度ならば、 技術的に船体の大きい方が建造が容易である。との判断から、昭和31年度計画では、わずかに大型化して1100トン級となった親潮が建造され、国産第一号艦となった。艦型の優劣の比較のためには、収益艦の使用実績を見ることが望ましく、またコスト面からも親潮の採用時に、次は、 その比較対象となった600トン級潜水艦に近いものを建造する必要のあると考えられていた。また、当時、海外ではアメリカ海軍が極地防衛用の小型潜水艦としてバラクーダ級の整備を進めていたほか、フランスや西ドイツでも小型潜水艦の建造に力を入れていたが、これらは騒音が少なく超音能力に優れていた。 まず1958年1月、十課学校横須賀文校の赤戸光密一佐と、海上幕僚幹部技術部の大脇良長二佐が派兵されて、小型潜水艦の調査が行われた。その調査結果を踏まえ、また標的艦として数を揃えることも急務であったことから、海上自衛隊として初めて極地防衛用に対戦専用潜水艦を建造することになった。 これが本型であり、第一次防衛力整備計画に基づいて、昭和34年度計画で2隻が建造された。前型の親潮が部分複角式を採用していたのに対し、本型では完全複角式とされた。これは小型の艦型ながら十分な予備浮力を確保できるようにとの配慮であり、また艦内スペース確保のため内角は外フレーム式とされた。 体圧角は前型と同じく体力3 0 k g ス、平方ミリメートルの高張力光を素材としているが防衛省規格の制定に伴い NS30 と解消されている。またジョイスティックスタンド型操縦装置や管内の主要な関係を発令所で一元的に操作できるバラストコントロールパネルシステム、マッシュルーム型アンカーなど多くの新機軸が採用された。 線画は艦首にあり、上方へと折りたたむことができる。海中での運動性には優れる一方で、艦型が小型であるために、波の荒い日本近海では、特に高天下でのシュノーケルの運用には困難が伴い、また水上航行能力にも問題があった。居住性も劣悪であった。本型は、水上、水中ともに速力を抑えた小型艦であり、原動機としては、 直列6気筒の三菱するザー 6LDA25 バイト中速ディーゼルエンジンを搭載した。これは日本国有鉄道のディーゼル機関車に使用していた機関を潜水艦用に改正したものであった。またディーゼルエレクトリック方式のため SG-2 種発電機と SM-2 種電動機、各2機と s c a 3 6ト蓄電池240機を搭載した。 この蓄電池は、日本電池とユアッサ電池が開発した新しいタイプの水冷式、蓄電池であり、1955年11月、技術研究所内に設置された潜水監視蓄電池研究委員会での審査を経て、本型で装備化されたもので、水中高速力を目標とした要求性能を満たすものであった。測定性能向上のため、監に大型を装備し、 発音源となるものを極力後部に集め、防振管座を置くなど、主事の工夫が施され、騒音防止対策と、超音能力の向上が図られた。超音機としては創作用のマイナス4が、監視上部に、生息用のマイナス3が、セール機部に配置された。また攻撃用の単身機としては、JQS-2 が官邸に配された。ただし小型であるため、 戦防橋は56式3型10メートル戦防鏡橋1本のみの搭載であり、運用上の制約となった。主兵装としては、3連装の姿勢58式533ミ、mm、リメートル、巨雷発射管風マイナス301が艦首に配置された。これは、海上自衛隊として、初めて水圧発射式を採用したことにより、静粛化と、 魚雷発射深度の増大を可能とし、対戦線能力を向上させた。ただし3機の発射管に対して、水圧発生等が1本しかないため、魚雷の同時発射は2本までに止められ、全門発射はできなかった。また本型では TDG として、姿勢56式魚雷発射式装置も搭載した。魚雷は、姿勢54式魚雷が用いられ、搭載数は9本であった。 ウィキメディアコモンズには、ヤシ潮型潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。